はい、それじゃあ朝ごはん食べに行きます。窓みたいになってて向こう側が見えるようになってるんだ、このすごい素敵だね。わあ、前これすごい庭園だよ、見てパパ幼いでさ、幼いで撮ったらいいかもしれない、すごい素敵。はい、ここで朝食だと思います。はい、着席しました。あんまりお客さんいないですけども、すごい綺麗だね、すごい素敵なとこだね、見て水が流れてすごいさ、すごくファンシーだね。外歩いたらいいかもしれない、うん、後でね、食べ、 食べてから。アサイがこんな色してる、なんかあんこみたいな色お皿はどこから持ってくるの？この下、向こう側にあるの？サラダから向こうかな、うん、取ってくれ、うん、かぼちゃとかきのことかもあるよ、サーモンとか。かぼちゃがいいと思う。もうちょっとお皿下にして、あこんにゃくじゃない、わかんない、ピクルスは？ピクルスいらない、いらない、ドレッシングかけて、ドレッシングね、フレンチドレッシングは和風っていうのがいい、和風がいい、下にもちょっとさ、もういいですね、これどれ、うん、両方一個ずつ、両方一個ずつ食べる、 OK、 レイクドトマト、レイクドトマトは何、白トマト、レイクド、ニョッキも食べる、うん、ビッグメリコこの大きさこれでいいんだよ、だけどこれじゃ全然さ、なんかあのタイよりも小さいねでもこれだからさ太んないんだと思う、日本人の人たち。はい、いろいろ食べるもの取ってきました。オムレツとエッグベネディクトがすごい小さくて可愛いですミックスドベジタブル、ミックスドベジタブルジュースっていうのはなんかスムージーみたいな、うん、じゃあ食べてみるか、うん、はい、和食系のものも取ってきました。からし明太子、しば漬け、あと筑前煮としらすのおろしですね、それと味噌汁です。はい、あかりもチョイスはほとんど同じです。でもあかりはおかゆにした、あ、おかゆにしたんだ、うん、はい、ものすごい
ちっちゃなチョコレートケーキとコーヒーちょっとだけ持ってきました。確かにチーズが種類がほとんどないね、うん、1種類だけしかなかったよね。あとなんかあのペーストリーとかも全部サイズがすごい小さい、取ってこなかったけど、うん、ダイエットにすごいとそうそう、これからまたなんか昼から食べに行かないといけないんで、あんまり食べないようにちょっとだけにしときます。同じケーキ取ってきたの、うん、でもこのケーキも1種類しかないもんね。そう、うん、デザートもない。うん、デザートあんまりないねすごいやっぱりなんか日本的だよね。なんか主食が、うん、揃えてるものが ね、 ね、朝から甘いもの食べないから ね、 ね、日本中はね。チーズ見つけた、これ2つです。それチーズじゃないじゃん。スモークドチーズで、これはねチーズキャンディーって感じ。あ、そうなの、うん、それチーズなんだ、うん、へえ。すごい綺麗だね、写真撮った方がいいな、きっと。はい、ちょっと昨日来た時撮れなかったんで、入り口のラウンジのあたりです。うん、すごいね、あっちこっちなんか水がたくさん使ってあるね。ヒーリングセラピーじゃないここからは出られないね、外に出ちゃうだけだもんね。なんか2階のところにさ、なんか向こうのさ、うん、高輪プリンスホテルとか つながってるところがあったみたいな、あっちの方から出られるかそこを歩いてる人いるよね。出てそっち側から歩いてくんじゃないの、違うの、こっち側からも行けると思う、ちょっとこっち側に行ってみよう。案内がここにある、うん、金館ってやつ、うん、鉄板焼きカツラっていうのか、本当だ、ほらこっからこの辺から出られるじゃん、この上の階に行ったらさ出られるじゃん、うんうん、じゃあちょっと行ってみよう、行ってみようか。こっから行くんだね、ちょ出たらそう、あ、すごい日本庭園になってる。すごいね、わあすごい、すごい綺麗に手入れされてるね、うん、このプリンスホテルのここって元は何なんだろうね。うんね、外国人にはすごくいいと思う。でも泊まってるのはほとんど外国人ばっかりじゃん。そうだよね、うん、連れてきて、弟子と何人かでさ、ちょっとビデオ撮った方がいい、きっと。なんか名前が書いてあるかよくわかんない。鐘楼があそこにあって、これが観音堂なんだ、それ。うん、これがあの部屋から見えてたらこれだ、貴賓館、うん、武田家の邸宅なんだ。中行ったら何かがあるの、観音かなんか、室町時代とか。え、観音様が祀ってあるんだ、うん、1954年に移築してきたんだ、奈良県生駒市から。うん、これはさ、あれだよね、中国って感じだもんね。うん、でもこれ日本の寺、あの神社にもたくさんあるじゃん、狛犬が。うん、あ、なんかたくさん咲くんだよ、桜も 17種類あるんだって。すごいね、どこにさ、どの種類の木があるか全部印がついてる、さすが。ここの鯉はさ、なんかなんか品格があるよね。なんか外国とか行っても鯉がたくさんいるけど、たださ、むやみにでかくなってるやつが多いじゃん。タイとかなんかすごかったよねそうそうこれ高い鯉なんだと思う、高いよ、形が全然違うんだって、うん、すごいすごい、この色がすごい綺麗、1匹で何百万円とかしたりするんだよ、うん、これ見て、このなんかすごいゴールドのさ、うん、綺麗な鯉、
この声もすごい綺麗。でもこのゴールドの声すごい、あんなにいっぱいいるよ、うん、すごい綺麗、すごいね。ちょうどツツジが咲いてきて、わあすごい、この声見たことないような色だ。ちょっと撮っちゃう。すごい来た。あ、あそこに滝がある。滝まで流れてる。うん、風情があるよね。ここから先入るなって書いてある。あれでしょ、きっと。ここから先は入っちゃいけないらしいです。昔ずっと東京に住んでたんだけど、なかなかね、住んでるとこんなところ泊まんないからね、うん、どういうとこなんか知らないよね。一回だけなんかクリスマスパーティーで宴会場に来たことがあるんだけど、それもただ宴会場に入ってるだけだからね。26日にさ、なんかやるんじゃない、この辺さ、いろいろなんかろうそくみたいにつけたりしてさ。今日って何日？ 25？ 明日？今日26日だ。え、じゃあ今日なんかやるの？今晩？なんかじゃあインフォメーション見ないといけないね。鉄板焼きカツラ、うん、やっぱりすごい、なんかここも風情があるね。はい、下のあそこで見えてる、あそこで朝ごはん食べたところですね、うん、あ、違う、こっちだ、朝ごはんとか、ここはフロントだ、うん、夕方の5時になると鐘をついてるんだってさ。へー、閉まってる、下に来そうね。はい、それじゃあ昨日到着して、今日からいろいろ観光です。出かけたいと思います。昨日来るとき夜で暗くて撮れなかったですけど、ここです。品川駅の目の前なんで、品川駅まで歩いてきます。まあ5分ぐらいかな、歩いて。はい、それじゃあこれから山手線乗って有楽町まで行こうと思います。こっち側までいいの？うん、はい、有楽町で降りました。これからちょっと銀座の方まで行こうと思います。はい、有楽町のマリオンの前から4丁目、銀座の4丁目の方に向かって歩いていきたいと思います。まあ、ソニービルがなくなってる。多分ソニービルのところだね、これね。はい、すきや橋交差点です。はい、銀座4丁目交差点和光の前まで来ました。向こう側は銀座三越ですね。来た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 。娘たち夫婦は違うところに泊まってるんで、これから合流します。はい、銀座線に乗ります。違う、浅草って書いてある。はい、浅草まで来ました。雷門にいたい。
全然来たことないんで初めてです。多分初めて。 Look at this. Look at this. とにかくどっちに行けばいいのかよくわからないんで、こっち側行ってみます。あ、ここだ。もうすぐ着いた。すごい人だね。すごい人。まだ10時23分なんですけど、かなり人出てますね。 Let's go this way too. It's a lot of people. Yeah, so many. すごい人だね。はい、あそこに列が出てできてるメロンパン屋に行きたいらしいです。ああ、もらってないの。はい、メロンパン2個と飲み物買いました。これが食べたかったの。中がすごい柔らかいの、うん、外は硬いけど外は硬いで中が柔らかい、うん、すごい美味しい。一瞬で食べ終わりましたメロンパン。アンテルで食う。はい、次はチーズメンチカツっていうの買いました、うん、表の通りはすごい人だけど横の通りは歩けないほどではないね、うん、はい、じゃあこれ食べましょう。はい、食べてもね。チーズが伸びてる。すごいおせんべいこれ。せんべい。すごいね、外国人ってあれだね、中学校の修学旅行だねこれね、うん、はい、浅草寺の本堂ですね。これ買うの？タコセンっていうの買いました。こういう感じ。これ3分以内に食べないといけない。そうなの。いちごビールっていうのが。すごいな。なんだこれ。大きい。こんなにでっかいとは思わなかった。写真撮る。はい、それじゃあ浅草の後はスカイツリーに行こうと思います。はい、東武に乗っていきます。めちゃくちゃローカルなスーパーみたいな感じのところで。なんかこっちじゃないような気がする。こっちじゃないような気がするよね。ちょっとそこまで行ってみる。なんか謎の発見システム。オンラインで予約してなんか QR コードがあるのにまたその券に引き換えないといけないっていう。はい、スカイツリーの展望台まで上がってきました。あれが新宿の街じゃない。ああ、多分ね、そうだと思う。
うん、すごい。うん、いい感じ。あら、さっきのあそこのビール。あ、いや。あ、東京タワーでした、そこに。そこに東京ドーム、白い屋根が東京ドーム。あそこに皇居が。後楽園はそこにあるの、あの辺じゃない。そうそうそう、後楽園は東京ドーム。新宿、こっちが池袋。あの辺サンシャイン60。サンシャイン一番でかいのはサンシャイン。一番でかいのサンシャイン60だね。あの辺さ、緑がいっぱいあるじゃん。あの辺が品川のあたりじゃない。違う、あそこは皇居。あそこ皇居か。そうか。はい、ここが地上450m だそうです。1500フィートですね。はい、お土産物屋さんです。7000円もしてる。何それ。時計だ。すごい、今真下にいる。What is that? エビ釣り。エビ釣り？フィッシングは？混んでますね。今まだ3時40分なんですけども、5時ぐらいに予約しようかと思ったら、もう今日の部分は予約はしてないらしいです。なんで並んでれば入れるんですけど。はい、叙々苑も食べ終わって、もう電車に乗って品川まで帰ってきました。まだね、明るいですね。今6時38分です。これからもうホテルに帰ろうと思います。泊まってるのはね、あそこですね、ザ・プリンス桜タワー。はい、ホテルまで帰ってきました。ここが入り口です。Dripping lights, paint the skies, only